はい、じゃあよろしくお願いしますえ。今回は小学校3年生の算数。1万を超える数、丸に、もっと大きな数編やっていきましょう。ということで、今回授業始まる前にちょっとだけ説明をさせてください。例えばね、このポイント。ここ、問題番号振ってないんですが、位の名前を書いてください。で、あとね、鬼マークがちょっと多いんです。 で、今回の鬼マークは、あの、全然ね、みんなが学校で習わないっていう意味じゃなくて、習います。普通にやるんです、これ。でも、すごく苦手な子が多いんです、ここの部分。だから、もしかしたらね、今パッと見た時に、あ、無理って思った子もいるかもしれないんですが、ちょっと待って、待って。ここに関しては、あるポイントを掴めばですね、絶対解けるようになります。 ちょっとめんどくさいけど <laughs>。めんどくさいんだけど、丸はもらえるから。だから、動画の時間ね、少し長くなっちゃうかもしれないんですが、ちょっと頑張ってね、最後まで付き合ってください。では、早速ね、ポイントの方から始めていきましょう。さっき言ったね、何の位かわかるかなということで、位がね、もうこれめっちゃね、細かく書きましたけども、位を確認していきます。で、その前に、この数字読んでいくと、ここから、1億2563万、 2818という数字があります。ちなみにこの数字何かっていうと、ちょっと前のね、日本の人口です。まあ1億3000万人、ちょっと足りないぐらいだね。で、位を考えるときは基本的に右からです。これ大切。右から。で、ここから、最初ね、一番下は1の位だね。いきます。1の位、10の位。ちょっと見にくかったらごめんなさい。100の位、1000の位。で、次、色変えます。 変える理由は後で言います。で、次がですね、たまにね、万の位って書いちゃう子がいるんですが、ちょっと気をつけてください。万は万なんだけど、1万です。で、10万。書きにくい。<laughs> で、100万。1000万です。位としては。と言います。ちょっとごめんね、この辺指で消えちゃったけど。で、次が、奥です。奥。 で、奥も、奥の位じゃなくて、1、奥の位。と言います。この隣、ないですけど、もし続くんだったら、10億の位、100億の位、1000億の位と続いていきます。で、なんでね、右から、しかもね、4つずつ色を変えたかっていうと、この、ちょっとこう書いておこうかな。今回のキーワード、入ってますか 入ってました。もうちょっと右でもよかったね。キーワードがあって、この問題のねあ、ポイントをやったりとか、このタイプの問題を解きときのポイントが、右から、4人グループです。これがね、すごく大事なポイントなので、覚えておいてください。右から4人グループ。つまり、ここです。ちょっとね、色がね、赤と青。黒使うと嫌だったんで、赤青にしちゃったけど、 ここまで4人だよね。で、ここまで4人のグループで考えるんだっていう癖をつけておいてください。で、どんなグループかっていうと、ここはですね、普通のグループです。普通って何かっていうと、1、10、100、1000っていう普通のグループ。で、ここは万のグループなんです。全部万がついてる。だから、1万、10万、100万、1000万。ここの1、10、100、1000に万がくっついてる。ちなみに次は億のグループです。 だから、1億、10億、100億、1000億。ちなみに次は、超ってあって、1兆、10兆、100兆、1000兆っていうね。で、そうやって、4つずつ、4人ずつグループになっていくの。で、この考え方がすごく大事。で、これが分かってれば、だいたい解ける。いけるようになるから、やっていきましょう。で、もう1個ポイント残ってます。1000万ありましたね、ここ1000万。を、10倍した数が、ほにゃららっていうよ。答え先に書いちゃうと、これが1億です。 今ね、ありましたけど。で、これ、何がポイントかっていうと、この10倍。これ、実は、あとちょっと、もうちょっと先か。のね、授業動画で勉強するとこなんですが、10倍するっていうのは、位が一つ上がると思ってください。だから、1000万、ここあるよね。10倍は、位が一つ大きくなるので、左に行きます。左に行くから、1億だよね。って 10万に、あ、10万を10倍したら、左に1個いくから、100万になると。つまり、10倍するっていうのは、位が1個上がるんです。もうちょっと頑張れる子だったら、100倍い。0がもう1個です。100倍って言われたら、位が2個上がります。つまり、0の数だけ、位が上がると思ってください。倍するときはね。では、早速、鬼から参りましょう。えー、これですね。数字。 一、十、百、千、万、十万、百万。つまり、五百六十です、えー。あ、ごめんなさい、五百六十万です。五百六十万。これは、千を何個集めた数ですかっていう、このタイプね、みんなの教科書にも必ず載ってます。で、これはね、もうやり方を先に教えちゃいます。どういうふうにやるかっていうと、このね、千を何個集めた数ですかって、これだいたいね、百とか千とか一万で出てきます。あ、何を集めたってところが。 ゼロの数見てください。ゼロが3つありますよね。その3つ分のゼロ、同じ数だけゼロ切りをします。切りますパンって。つまり、1、2、3個切れるから、1、2、3個切っちゃえばいいんです。そうすると残った数字はここ。5600が残りましたよね。はい、だから5600個。はい、これで終了です。 何個集めたっていう問題は、0の数だけ切ります。0切りをしちゃってください。ただ、0切りっていう言葉は、俺が勝手に言ってるだけなんで、学校で言うと、えって顔されるから気をつけてね。いいかな。で、次です。漢字で書いてあるのを読んでいきましょう。3049万201を数字で書きましょうって書いてある。で、この時に大事なのは、グループの名前です。名前。さっきで言ったのは、普通のグループ。ここは、万のグループ。 ここは奥のグループだったよね。ここにあるの、今奥はありません。ないんですが、ちょっと青にしちゃうか。万だからね。ここに万がいます。つまり、ここの3049っていうのは万のグループの話だよね。3049万。だから、今頭の中で、あ、そっか。万のグループの数字を書いてるんだと思ってください。それを3049。これはみんな書ける。だって3049なんだから。こうやってね。 それが、ここの万のグループなんです。3049万。で、あと201を書きたいんです。ちょっと色は交互するけど、許して。201。201を普通に書こうと思ったら、201って書いちゃうよね。こうやって。201って。でも、頭の中で思い出して、右から4人グループなんだ。必ず。4人グループ。今、201なんだけど、1000のとこにいないんだよ。人が。1000がないから。だから、1000のところにいないよって意味で、0を書かないと。 ちゃんと4人グループで揃えてあげる。右からね。で、こうすると、3 0お前、千四4 9万201っていう数字が完成するので、これで答えとなります。ちょっと色がね、カラフルになっちゃって見にくいけど許して。こう。いいかなで、次、鬼マークいきましょう。7億、3009を数字で書きます。まず、奥。ね、奥だからここ7億なんで、奥のグループ。 は、7だけいるから、7だけ書いておきましょうと。ね、ここね。で、次 !3009 だから、3009って書きたくなるんだけど、ちょっと待って待ちましょう。何を待つかっていうと、あれって。奥を書いたのに、万を書いてないんだよね。3009っていうのは、万がくっついてないから、万グループじゃなくて、普通グループなわけです。つまり、あれ万グループない。ないから、 全部ゼロなんです。万人はいないからね。右から絶対4人グループ揃えなきゃいけないから。で、最後に万のグループ書き終わったんで、3千九9 3九9ここ3千九9なってるからね。 そうすると、普通グループの4人、マングループの4人。で、奥に関しては一番左で7億でスタートしてるから別に4人揃えなくていいからね。わざとこんな、0 0 0って書いちゃダメだよ。変になっちゃうからね。これは7で OK なんだけど、こうすれば7億3009がこれで完成となります。いいかな。で、今度逆よ。逆。この書いてあるものを関数値、つまりこれね、漢字で書いていきます。 で、これはですね、右から4人グループがすごく大事で、4つのところでね、みんなも鉛筆とかで、こう切ってみて、ちょっと切る。そうすると、右から4人は普通グループ。その次の4人、今3人しかいないけどね、次のグループが万グループなんです。だから、まず万から書きます。で、万グループは、今読んでいくと、403だよね。403。だからそれ書いちゃえばいい。漢字で、ね、4。100。 三って書く。で、万グループなわけだから、万って書けばいい。四百三万って。で、その次に、普通グループ。次ね。右の四人の普通グループは、六千五百九って書いてあるから、一個ずつ丁寧に、六千、えーと、五百九って書けば、これで OK。四百三万六千五百九。OK。 こうやってやってきます。だから、右から4人グループでのすごく大事。で、次を行きましょう。ちょっと長くなってるけど、4人グループで切ります。ここまでが普通グループ。4人切ります。ここまでが満グループ。じゃあ、その隣は奥グループだよね。じゃあ、奥から始めましょう。ここ1だけあるので、1、奥。まずね、これ、奥グループ、ここです。1億終わりました。次、万です。 マングループは0400。つまり400だね。だから400万なんです、ここ。4、100、万。これで OK。マングループ終了。あとは普通3グループね。最後残ってるのは58です。だからそれも、5、十8って書けば、 ほら、こんなね。これ結構間違うんだよ。普通にやってると。でも、4人グループでちゃんと考えていったら全然余裕で書けますっていう。こういう風にやってください。ちなみにそうだ。あの、今、青と赤、色2色使ってるけど、普通鉛筆でいいからね。みんな2色使わないでね。大丈夫だよ。鉛筆でやってくれればいいからね。では、最後、7、8行きましょう。ここはね、すごくシンプルに行きます。これ、1万を207個集めた数を数字で書こうって。まあ、これは結構やりやすいんですが、やり方だけ教えてしまいます。これね。 1万を207個集めたら、まず、207って書きます。集めた数ね。書いた後に、ここの0の数をくっつけてあげます。つまり4つね。2、3、4。これで終了。1、10、100、1000、万、10万、100万。つまり、207万になります。で、それが下も一緒です。1000を5304個、ね、そんな数集めるんかいってなってるけども、 これも集めた数、こっちね。下入るかな ?5304 個集めたんで、それを書きます。あ、ギリギリ入ってる。で、今、1000だから、0は3つあるので、0を3つつけてあげれば、110100、1000万、10万、これも530万4000か。っていう数字になって、これで丸になりますので、ぜひね、こんな感じでやってみてください。 あの、本当ね、ここに関しては、ずっとね、受講師やってる時もそうだったんだけど、苦手な子がすごく多いです。で、その時には、まずね、まずこれ。ちょっと右が切れてるかもしれないけど。右から4人グループでやっていくんだって。ね、普通三グループ、万のグループ、奥のグループ。で次はまだね、長とか後で出てくるけど、長のグループで続いていきます。ちなみに、この4人グループはずっと、 一番最後ね、無料対数っていう、めちゃめちゃかっこいい名前になるんだけど、そこまでずっと4人グループだから、ね、ってなっていくので、この4人グループを右から考えていくんだっていうのを、ぜひ使いながら、みんなもね、学校の問題集とか、計算ドリルとかね、やってみてください。それでは、今回はね、えっと、1万を超える数のもっと大きな数編やらせてもらいました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。